イオの怨念がこの地を覆い尽くし、触れるもの全てを汚す。ここでイオを倒さねば、対馬は滅ぶ。クロードは獲物を構えた。迷いのない足取りでイオの元へと歩みを進める。埋められた時、我は腹に子を宿していた。我が子の顔を見ることもかなわず、土の中で雨音を聞きながら、我が子は真の像を止めた。必ずや対馬を滅ぼす。さなくは我が心は安らがぬ。主に止める道理はないぞ。主の哀れな死に様を伝承に残してくれよ。
徐々に崩れ消えていった。対馬が脅かされることは二度とない。こたびの勝利で聖者であろうと亡者であろうとクロードにかなうものなしと明らかになった。中には仇をなそうとする者もいたが、それはまた別の機会に語るとしよう。